はいどうも皆さんこんにちはこんばんは、ミヒトです。今回はパズドラ5000万ダウンロード記念クエスト2レベル30やっていきたいと思います。レベル30は、たった1フロアということで、もう最初からボス戦です。最初からボス戦って聞くとね、ちょっとあんまりいい思い出がない降臨が頭に浮かぶんですけども、まあやってみなきゃわかんねえかということで、やっていきたいと思います。まあやっぱり安定しているであろうエドワード・エルリックでいきたいと思います。ただまあエドワードのスキルを使ってのワンパンっていうのはできないでしょうね。はい、まずそこまで無理ですね。はい、そこまでターンを貯めるのが無理だと思うので、まあ耐えつつやっていけたらなと思います。それではレベル30やっていきましょう。今日も楽しくゲーム実況、プレイは大胆かつ慎重、プリーズサブスクライブランデブーミヒトチャンネル。はい、じゃあラスト、これはエンジャちょっと私の想像していた敵と違かった名前なんだったかちょっと今ド忘れして覚え出せないんですけど、僕の頭の中であいつが出てたんですよね。あ、使わなくていいすぎる、使っちゃった。なんだっけ、なんか最有機氷みたいなやつに出てきそうなやつ、まあ出てきそうなやつなんで出てくるわけじゃないんですけど、斜め移動完了。7コンボ8コンボ落ちてきて9コンボ、これで多分ワンパン。硬い、さすがにそう甘くはないか。硬いな、なかなか硬い敵さんですね今回のエンデルさんは。あー、まあまあまあ、なんとかなるか、なんとかなるか、なんとかなるか。なるほど、これは少々きつい戦いですね。やはりそういうもんか。やはり楽しいね、こういう血湧き肉を踊る戦いというかね。まあ負けたら元も子もないんですけども、4567で回復が込みなので、あ、ただ光が消せてないので全然火力が出ないね。ライトニングエッジ回復がないな。 OK、 これで一応回復も作りつつで回復しつつといった感じで、よいしょ、限界ですね。はい、回復が落ちてくることを願いましょう。落ちてきたね、落ちてきたから多分次は耐えれる。何、毎回回復してくるの、たまるよエドワード・エルリック。ほい、6 7 8、ダメージは低いけど回復量がでかい攻撃ですね。これって本当にエドワード・エルリックが溜まるまで頑張って耐えてワンパンとかの方がいいのか、これ。そうした方が安定してそうですか。限界かな。いや、落ち込んが作れそうだ。あー、回復がいらんことしたね、今のはいらんことした。毎回回復してくるなー、いつまで経っても倒せないとかそういうパターンはないね。まあないでしょう、それはエドワードがいるんでなんとかなると思いますが。ほい、一応何とか攻撃をするんですが、ライトニングエッジ、これでちょっと勝負かけてみましょうか。どれくらい減らせるかな、かつコンボを7コンボ以上して、火力がいい感じに出せるようにしなければ。いくぞミヒト。待ちなまえ我が携帯よ。火が落ちてくることを願うのみよ。8、 OK、 どれぐらいだ。 OK、 ドア
ワードで言って正解でした。普段のね、イーリアさんが出てきた降臨って、その、まあ、何、神、ゴッドラッシュとかで、叩くイーリアさんを想定してたんですけども、ね、まあ、あ、なんで簡単じゃんと思ったら、勝ちでした。OK です、勝ちです。いやー、エドワード・ヘルリックで行ってよかった。もう火力ゴリゴリ押しで行ったらね、多分これ、回復間に合わなかったね。エドワードは軽減がついてるからよかったね。はぁ、助かった。ご視聴ありがとうございました。今回の動画は楽しんでいただけたでしょうか。コメント、高評価、チャンネル登録、リクエストの方お待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。